皆さんこんにちは、加藤美咲です。ネパールの野生生物、お楽しみいただきましたか？野生生物にね、たくさん出会える国は、生き物に優しい国ですよね。私が驚いたのは、村に出てきたコブラが殺されずに保護されているということですね。ネパール国内では、年間日々に2万人以上が噛まれているんですよね。そして亡くなってしまう方も1000名以上いると聞いていますから、その多くがね、コブラを原因としているようなんです。過去にはコブラが、ネパール国内各地で殺されてきたんですけれども、今では保護されるようになった。すごいことですよね。危険生物との関わり方が少しずつね変わってきているようです。ネパールで出会ったレンジャー研究者だけではなく、学校のね教員も積極的にコブラをね保護する活動をしていましたからね。子どもたちに保護のね必要性も教えているそうです。やはり教育大切ですね。日本はねどうでしょうね。まだ各地で毒蛇のニホンマムシ殺されてますからね。だから最近はほとんどね姿見せなくなった、そんな場所も多いですからね。野生生物を絶滅させないためにも日本で環境教育大切だと思いますよ。なんとネパールでは人を食べた人食いトラも保護されてました。驚きましたね。最後ロリどこどこに、あれが人を食べたトラ。顔がちょっと出るかも。人を食べたトラです。いや、すごかったですね。人食いトラ初めて見ました。あとは野生のねインドゾウに村が破壊されたね。ほら村のゲートが壊されてますよね。ゾウがね、これ野生のゾウなんですけどね、野生のゾウが村に侵入してね暴れて帰ったんでしょうね。さすがにね電気柵ね必要ですけれどもね。皆さんゾウを傷つけるということはないそうです。コブラもトラもゾウもね、人間より古くから森で暮らしてきましたからね。野生生物の世界に人がお邪魔しているネパールの人たちはそんな謙虚な気持ちで野生生物と共に暮らしていました。日本もねネパールから学ぶこといろいろあると思いますよ。そもそもネパールでは動物たちがね身近なので皆さん寛容なのかもしれませんね。ゾウに支えられた仕事も多いですから。そうですね、ゾウが道をね歩いてましたね。すごかったですね。観光資源にもなって人々の生活をね支えてくれていますからね。大切な動物です。ただね一人慣れたゾウさんでもたまに暴れますからね。危険動物には変わりないです。できるだけねストレスを与えないようにね、大切に接してあげるということが必要ですね。こちらのね男性ですけれどもね、よく見てください。道路に落ちたあるものを回収してるんですけどもね、こうスコップでね。何か分かりますか？なんと象の糞ですね。象の糞を回収する仕事もとても大切なことですね。ちなみに象の糞は肥料になったり、あとはいぶして、ね、蚊よけに使用したりもするそうですね。さらに私たちが使うあるものに加工されてましたね。あるもの、それは一体何でしょうか？3択にしますかね。じゃあ1番鉛筆。さすがに
あれでね字を書くのはちょっときついかもしれませんね。ね、じゃあ2番、消しゴム。ね、まあ踏んでね字を消すのもちょっとね、抵抗あるかもしれませんね。3、封筒。さあどうでしょうか。正解はこちら、じゃん、封筒です。ね、これ見てください、すごいですよね、こちらね、象の糞からね紙が作られるんですね。それで作った封筒なんです。すごいですね。象の糞には良質な繊維がねたくさん含まれてますからね。ほら、ちなみにアジアゾウは平均して1日60キロぐらいはね糞出しますからね。まあいろいろ使えるといいですよね。ほぼ1日分のね餌を、まあ、餌の量と変わらない分糞出しますからね。で食べたものの多くが糞になります。それをね使うことで例えば紙がねたくさん作られると面白いですよね。ほら、そうですね、気になるのは匂いですよね。匂い、うん、匂いはしない、はい、大丈夫です。うん、まあ紙ですよね、普通の紙。これが本当に象の糞なんでしょうかね。糞からできたものなんでしょうか。だってうんこですからね。ああ、すごいですよね。本当に売ってるんですよ、ほら。これが象の糞で作った紙です。ほら、ね、封筒、これも象ですね、象の糞。すごいですね、象の糞の再利用です。じゃあ、すごいですね、再利用。象の糞からできた封筒ね、とても面白いですけどもね、使うときはまあ送るとき、ね、受け取る側への配慮もまあ大事かもしれませんね。多分ねびっくりするんで、うん、事前にね、まああれで作ったあれするからって言っとかないと、へっ、ね、受け取った後にちょっとびっくりしますよね。そんな配慮も必要かもしれません。まあでもね、紙ですからね、はい、紙ですからそれほどね気にしなくてもいいのかもしれませんね。いろいろ作れますよね、紙皿とか。まあちょっとね使いづらいかな、紙皿ね、あれで作ってるからね。うん、紙コップもちょっと抵抗ありますよね。紙ストローもちょっと使いにくいかもしれませんね。まあトイレットペーパーね、トイレットペーパーは比較的ね抵抗なく使えるんじゃないかなと思いますね。まああとはコストの問題ですね。どのぐらいね、費用がかかるのか、それをどれだけ抑えられるかということですけどね、面白い取り組みだと思います。そうですね、象の糞ですけどもね、他の国でも、まあ、いろんな取り組みありましたね、利用されてましたね。私が気に入っているのは、ジンバブエで購入した象の糞が入ったキーホルダーあるんですよ。象の糞が入ったキーホルダー、ちょっとですよ、ちょっと入ってる、まあ、キーホルダーね、ネパールでも今後ね作れるといいかもしれませんね。販売されるといいな、私買いたいですね。まあ、日本でも面白いと思いますよ。野生生物に優しいネパールですが、まだまだね、課題はあるんですね。そうですね、徐々に、改善されていますが、ゴミ問題ね、特にプラスチックです。都市を流れる川覗いたら結構落ちてましたね。結構な量のゴミが捨てられていました。はい、やってきました。ここがカトマンズを流れる聖なる川、
ゴミだらけだね。いや、なかなか匂いがきついですね。うわー、ツンとした匂いがします。5年後10年後楽しみですね。どう変わるでしょうか。また来ます。どうでしたか。プラスチックゴミたくさん捨てられてましたよね。川に流れてしまった、ね、捨てられてしまったゴミは、あの川はガンジス川の汁ですけれども、ね、ガンジス川タイが通って、まあ、いろんな生き物に、ね、影響を与えてさらに海に出ますからね。このゴミ問題なんとか、ね、解決したいところですね。もちろんね、徐々に捨てられるゴミはね減ってきているそうです。過去にはもっとねたくさん捨てられていて、今は少しずつねゴミも減っているということなんで、これからですね期待したいですね。これから10年20年、ね、30年ネパールはね大きく変わっていくでしょうね。まあ私も環境教育を含め何かね協力できることがあればとね思いますけどもね。まあ、今後また同じ場所で撮影したいですね。どれだけね変わったか比較してみたいと思います。先ほどの川がピカピカに、なることもねあるんじゃないでしょうか。そんなね時代が来ると思いますよ。ネパール楽しみですね。まああと日本のね協力でトンネルとか道もね作られていましたね。嬉しかったですね。ほらこちら、分かりにくいですかね。まあ、あまりね知られていませんが、日本はね世界にねいろいろ貢献してるんですよ。私たちがね気づかないだけに、ね、ただ現地の人もね気づいていない場合があって、例えばこの道ですけれども、ね、他の国の支援でね作られているとね、勘違いされていましたからね、ちょっともったいないなと感じましたね。もう私ならね国旗をパンとねつけておきますけれどね。どんどん発展していくネパール、今以上に、野生生物もねもっと大切にしていただけると嬉しいですね。楽しみですね。よろしくお願いします。またネパールの続報もいつかねお届けしたいと思います。それでは加藤チャンネルでした。また最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。